日本平夢テラスというところにやってきました。このね、建物はあの隈研吾さんのデザインだそうです。ここからね、あとで3年前にできたらしいですけどね。天気が良ければ富士山見えるらしいんですが、今日は富士山はどっちの方角だ、こっちだな。こっちか。書いてないね、富士山と。ああ、そういうこと。何にも見えません。ここに書いてあるんじゃん。ブーマウント富士。やっぱりです。違う、マウント富士山だそうです。三保の松原。こっちだそうです。はい。伊豆半島がこちら方面だ。南アルプスも見えるんですか。
ですかね。じゃあ帰りましょう。